はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。ここのチャンネルのショが今日は、オルンズ海峡封鎖世界が激鎮をお送りいたします。よろしくお願いします。まあ、いろんなメッセージをいただいてます。ありがとうございます。ね、まあ、中にはですね、まあ、同じことを同じことを繰り返し繰り返し言うなーっていうね、<laughs> これは私の性分なんですよ。同じことだったら聞くなーっていうことですね。 いやーだけど耳にタコはできるほど私は言いたいです。ホルムズ海峡が封鎖されるとね、まあ、いつ封鎖されるんですかという質問あります。私にもわかりません。それはさすがにね、私はあの、占い師じゃないんでね、占い師なんかいいですよ。いい商売ですよ。適当に言ってないんだもんね。適当に言ってたらだってなんか当たるに決まってんじゃないですかね。うーん。 ねえだって世界が滅亡するって言って、それはいつか滅亡するでしょう、<laughs> そりゃねえあなたは、あなたはいつか、はいつに何々になりますよって言ったって、それは人間、どんどん年を取っていって、頭に、ね、リングがくっついちゃうんだから、そりゃいつかそうなるでしょう、ねえまあ、当たるんですよ、ねまあ、だけど、まあまああのー、それは心の拠り所としてね、浦安さんが悪いとか言ってるんじゃないですよ、いいんですよ。 あのただねあの、お金をすんごいいっぱい踏んだくる、うん、そういうのもいますから、注意してくださいね、まあ。詐欺なんですよ、それはね。ねあのちゃんとあの親身になってね、あのあ、この人の,話,あの話してよかったな、話すことができてよかったなっていうんだったらいいんじゃないですかね。それはね、安心できるんだったらね。まあ、それはあの心のケアですけどね、まあ。ただですよ、ホルムズ海峡が封鎖されたら、 そんな心のケアとかね、なんとか言ってらんない。もうみんなぶっ飛んじゃうね。アーミッシュだよね。馬に乗んなきゃいけない。本当に。あの、どういう風になっていくかっていうと、もうね、あの、イランイランの国内放送で、やっぱりラジオなんですけど、あの、もう我々には用意ができてると。すでに用意は整ったを繰り返してます。何の用意が整ったのかっていうのは、もちろん、ホルムズ海峡封鎖ですよ。これは、あの、やる気ですね。 完全にね、まあ、あの2週間以上前からね、嫌い船っていうのがあって、その嫌い戦はもう港にちゃんとエネルギー満タンで、ちゃんと用意してるんですよ。いつでも出港できるようにね。まあ、あとは、あのその機雷船をまあ任せないようにする、なんか邪魔が入るんじゃないかということで、イラン、イランはそれを警戒して、嫌い船をドローンで囲みながら、あの攻撃型ドローンですよ。 そのドローン、あの数十機で囲みながら、その嫌い戦を出すんですよ。すごいですね。うん、だからちょっとやそっとでも嫌い戦に近づけないし、嫌い戦には手が出せないですよ。嫌いを任せないようにするっていうね。まあ、あの、バイバイデンチームはそういう作戦で、嫌いを任せないようにすればいいんだっていうことで、嫌い戦が出たらすぐに、もう嫌い戦、衛星から捉えてるんでね、バイバイデンチームは。 あ、これが嫌い船だなってのは分かってるんですよ。あの、でっかい船で、あの港にずっと停泊して、嫌い積み込んでるんで、見てる,見てるんですよ。衛星で。せこいよね。空から見てんだもんね。そういうようなものを持っているんであれば、なんだって分かってるはずじゃないですか。ね。だけど、分かんないふりをして、まあ、とにかくアイテムを売りつけるっていうのもしたいんですね。それもね。だって、あの、 北チョンチョンのね、ロケットなんか、日本に絶対落ちないとかいうのも分かってるでしょそこまで技術があるんだからね、あのバイバイでの国は。だから、あの、絶対落ちないから大丈夫ですよって言ってくれれば、日本の人たちもね、ああ、死んだらよかったなと思うじゃないですか。そうじゃなくてね、やっぱ危ない、危ない、危ない。あの、落ちてくるかもしれないから、家の中、建物の中、丈夫な建物の中とか、地下とかに隠れてくださいとか、言ってるじゃないでしょ毎回。 いやあ、もうわけわかんないですよね。本当にね。落ちてくるわけないじゃないですか。本当にね。なんで落ちてくるんですか。どこに落ちてくるんですか。大体。<laughs> ね。だって落とそうと思ってやってるわけじゃないからね。落ちてくるわけないんですよ。落ちてきたって、たとえ100歩譲って落ちてきたとしましょう。ね。北チョンチョンのドカーンが。なんだけど、だってあの、弾頭進んでないんですよね。だけど、ドカーンってなんないんですよ。 あのただ、ドスンって。まっすぐなものはね。電柱が落ちてくるのと同じだから。何にも当たんないでしょ。それが。たまたま当たんのかなおっちゃんのヘルメットかぶったヘルメットに。そんなことはないですよね。宝くじの一刀に100回当たる以上難しいですよ。その確率は。まあだからね、まあ何でもないんですけども。まあとにかくそうやってやらないと。 軍軍税が取れないですからね。これから創設する特別軍軍税がね。取ることができないということで。まあ日本ってのはそうやって仕組まれてるわけですけども。まあそれをね、あの、横目に見ながらですね。イランイランは完全な用意をして、いつでも出れるよと。いつでも負けるよと。いつでもみんなが嫌いな嫌い嫌いを、いつでも負けるんだよ。ホルムズ海峡にと言ってるんですよ。まもなく負きますよ。まもなく出航しますからね。 あの、何回も何回も点検して、もう全部、あの、嫌いは積み終わってますから、あの、嫌いはいっぱい持ってるんだけど、最初からそんな積めないんで、ね、そんないっぱいは負けないんですよ。あの、船はね、そんなに単価みたいにでっかくないんですよあ。本当に漁船のね、ちょっと大きめな漁船みたいな感じあ。漁船を改造したんでしょうね、きっとね。多分、あの、冬型の嫌いと設置型の嫌いを、 まあ30ずつですね。積み込めるのは、計60個。そんなもんだと思いますよ。あの、そ、ほでっかくないんで、船がね。で、船員は、うん、まあ、10人前後乗ってちょうどいいぐらいの船ですよ。で、それで、まあ、出航してっていうことで、まあ、あの、巻きますよね。まあ、巻かれたらね、まあ、だどっかのタンカー、どっかの国籍のタンカーにはもちろん当たりますよ。ドーンとね。 当たってドテッパラに穴が開いて、まあ沈んじゃいますよね。嫌いだからね。あの海の水が入っていっちゃうんだね。で、沈めて、よーしっていう感じですよ。イランイランは。で、沈めて、バイ・バイデンチームもよーしってなるんですよ。だってバイ・バイデンたちには関係ないから、全然 <laughs>。あの、板で起こるのは日本だから、それはよーしってもうガッツポーズでしょ。ね。だって日本に来るタンカーが沈むのけですよ。おそらく。 おそらくそうなると思いますよ。そうすると何が起きるかって言ったら、日本が騒ぎ始めるわけですよ。もう大パニックですよ。うわー、大変だ、トイレットペーパーだ、ティッシュだ、ね、ガソリンがなくなるぞ、灯油がなくなるぞって言ってね、みんなもう買い占めに走るんですよ。で、いや、点数制限になります、あ10リットルしか入れられませんって、どん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 もう原油上がっていってね、もう日本のガソリン価格は上がっていくわけですよ。今、原油は下がってるんですよね、今ね。 今、一旦下がってて、まあ、もう、兆候ですよね。あの、ものすごい上がる前は、なんだか分かんないけど、騒動が起きそうなのに下がっていくんですよ。これ、あの、いつもの定番ですよね。まあ、なんか、悪い奴らが買ってるんでしょう、きっとね。先物の,のそれをね。で、もう、ものすごい上がったら、まあ、売っ払って得してっていうことなんでしょう、きっとね。安い値段で買いたいんでね。まあまあ、いろんなニュース、いいニュース流して下がってるんですよ、今ね。 ままあまあ本当にいつもの手口ですよ。で、一旦下げて下げてや、やつらが買って買って、で、ドカーンと上がって上がってるですよね。だからいつもあの普通の素人の人はそんな情報を持ってないので、いつもやられちゃうわけですよ。FX でも何でもね、あんまり手出さない方がいいですよね。本当にこんなあのちょっとあのいろんな混乱が起きている時には、あんまもう本当にね、あのえっっていうようなことが起きちゃうんで、まあ、手を出さない方がいいと思いますね。 あの振り幅がでかいんですよ。とにかくね。だからその振り幅にやられてしまう人が多く出るでしょうしね。うん、まあ、その中でね、イラン、イラン,イランは、まあ、経済的なブリックスにあの入りますからね、確定してるんですよ、ブリックスに入るんですよ。で、まあ、ロシア、中国、ブラジルあたりとね、うん、まあ,あの、経済的な提携を結んで、 まあそこに組み込まれてやっていくっていうことでもう決定してますんでね、100%。だから経済的にはね、あのもう、もういいんですよ。もう関係ないんですよ。イランっていうのはね。イランっていうのはもう完全にあの世界真っ二つになりますんで、完全にブリックス側なんですよ。で、ブリックス対、まあ欧米側ですよね。あと欧米の同盟国、日本のようなね。そっちになって、もう二つに 分かれるんですよ、はっきりと、世界は。さあ、どっちにつくんだみたいな形になりますよ、世界中。しかしねあの、ブリックスは伸びていますし、経済的には安定していますし、ロシアのスーパーマーケットに行けば品物は豊富だし、本当、イタリアとかフランスのワインとかシャンパンとかいっぱい揃ってるし、安いしね、で日本の値段の半分ぐらいじゃないですか、今、ロシアはね。 何でも全部。半分以下じゃないかな。あの、野菜なんか特に安いですね。小麦粉製品とかね。うん。だから、まあ、これもね、あの、経済的にじゃあうまくいってないかって言ったらそんなことないです。もう貧困みたいな形ではなく、まあ、ある程度お金稼いでる人がいっぱいいるので、あの、結構経済的にも成長してきてますから、まあ、日本の方が全然もうダメだし、危ないですよ。かなり。だって、 やっぱりいろんな税金ね、ぐんぐん税、これからもあの課税されるでしょうから、まあ、どん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 増えていって、国の納めるものが増えていって、まあ、手取りの金額が少なくなって、さらに電気代、ガス代、いろんなもの、どんどん物価上がっていきますから、これからね。ホルムズ海域を封鎖されたら、みんなひっくり返りますよ。ガソリン、絶対1500円になりますから、最終的に。リッター1500円。で、5リットル制限。5リットルしか入れられないんですよ。 で、そのガソリンスタンドも決まったガソリンスタンドなので、そこまで行くのにもうすんごいガソリン食っちゃうわけ。遠いから。だからもう5リットル制限だと何やってるかわかんないから、もう入れない人も出てきちゃう。そうすると車がもうね、走んなくなっちゃうよね。あっちこっち。そりゃあね、ガソリンがあって車運転できる人はいいですよ。空いてて。<laughs> 全然通ってないから。<laughs> いなくなるんだから。なくなるんだから。ガソリンなんかだってあんまり取っておけないしね、危ないからね。 だからガソリンが不足して随分時間が経てば、いやもう車、ガソリン入ってて運転できる人は天国ですよ。わーいとか言いながらね。あの、もうあらゆる車がいないわけですよ。トラックもいないしね。バスも通ってないし。そりゃもう運転はスイスイ行っちゃいますよね。それ楽だしね。まあ、あの、排気ガスは出てないしね。もうそれは事故も少ないし、もう楽勝じゃないですかね。 まあだから、でもそういう人たちもやがてガソリン、手に入らなくなって、まあ、いつかなくなりますよね、時間差でね。で、一番怖いのは物流ですよね。やっぱりみんなあのホルムズ海峡封鎖されて、ホルムズ海峡、一体どこなんのその海峡とか。で、一体でもみんな、なんで騒いでるのっていう人たちが、まあ、大半なんですよ。日本人の9割ぐらいそうだから。でもそれがだんだんニュースで解説が始まるでしょ。あの池上明さんみたいな方が出てきて。 ね、いや、ホルムズ海峡が封鎖されると、甚大な影響がとか言いながら、もう丁寧に分かりやすいんだ、あの人のね、丁寧に解説して、実はこんななって、あんななって、1970年代にもトイレットペーパーが不足してなんていう話をすると、トイレットペーパー買わなくちゃーとか言ってね、もう次の日には売り切れですよ。もう大パニックですよ、スーパーとか、ね、あのコンビニも。もうどんどんカップラーメンとかね、なんでもなくなっちゃって。 でどうにもなんなくなるっていうのが、もう予想されますよね。テレビでやれば、もうそうなる、もう一,一瞬にしてそうなっちゃうね、日本人はね。で、そうなって、まあ、ちょっと持つんですよ。あの要するに、ホルムズ海峡をもう通っちゃったタンカーがいるからね、天然ガス船でも石油でも。それが2、3週間かけて日本に来るから、まあ、その分、ちょっと2、3週間は持つわけですよ。次々来るんでね。で問題は1ヶ月ぐらい経ってからなんですよ。 完全になくなるんで、で政府がまあ備蓄の石油を出すんだけど、もう精製してガソリンとか取ったって、大して取れないんですよ、本当に。で、備蓄分がね、本当に440日あるなんていうのは嘘であって、それって、本当はあの、リッター1500円にして、5リットル制限にして、で主なガソリンスタンドだけに供給して、電気を停電させてっていうのを、もう本当に苦しい生活を強いて強いて強いられて、 440日以上なんですよ。だこれはね、あの普通に使ってたら本当、1か月半で全部なくなっちゃうんで、備蓄の石油なんかね、量なんかそんなないんですよ。だからね、タンカーが止まるっていうことは、日本にとってはもう死活問題、大問題なんですよ。で、おそらく長く止まりますね。あのイラン・イランの、まあ、計画は、あの長期戦なんですよ。あの、風刺派の人たちもそうだけど、結局は、あの、 イ,イスラがやってるでしょあのイスラがやっている、あのイスラがやめて謝らない限りやめないんですよ。イラン・イランも風刺派も。でも、イスラが謝るわけないじゃないですか、やめないし。まずやめるのが前提。で、次、謝んなきゃいけない。すいませんでしたという。もう絶対謝んないですよね。だから、あのイラン・イランは、あ,のあれが彼らがやめて、謝れば考えるって言ってるんですよ。 でそうじゃない限り、必ずやるって言ってるんですよ。必ずやるんですよ、だから。で、あの、中東の人たちの、まあ、いいところでもあるし、悪いところでもあるのかもしれないけど、表裏一体でね。彼らはね、何々をやりますって言ったら、必ずやるんですよ。必ず実行するんです。すごいですよ、それは。うん、だからね、どっかの国みたいに、私はな、あの、投資の赤字金は、 まん丸をやって、やる、国民のために命がけでやりますとか言ってね、全部嘘。何にもやんない。ね、見事にやんないでしょもうどっかの国のね、そういうのとは違うんですよ。やると言ったら必ずやるんです。やると言ったらやるんですよ。そこら辺はね、ちょっとすごいですよ。だから彼らは、要するにイスラちゃんが辞めて謝れば、 それでやめるとは言ってないんですよ。謝れば考えるって言ってるんですよ。考えるんですよ。ロダン考える人だよね。本当にね。いや本当に。だけどまあ、それでちょっと緩やかにはなるでしょう。そうすればね。イスラがね。でもイスラーがやめるわけもないし、ね。だってあの、彼らはあれでしょう。自分たちが一番神様が作った崇高な人類だと思ってるわけでしょ。 で自分たちのし、あの、イスラの国民一人、ね、イスラちゃんの人たち一人が、あの、パレちゃんとかあっち側の人間たちと比べると、千人分の素晴らしさを持ってるとか、平気でのたまわってるわけですよ。です千対一なんですよ。あ、日本人もそうですよ。日本人なんか、もう、ひどいもんですよ。あの、昔、 あ,のね、ある女性がお暴れになったので、イスラちゃんでね、イスラちゃんの国であの暴れたんですよ、思いっきり。だからあの、その印象がすごくて、イスラちゃんは日本のことは、はっきり言ったら嫌いです。あのろくでもない国だと思ってますよあの。あんなことしやがってみたいなね。本当ですよ。おそらく同じような思ってるじゃないですか。イスラちゃん1人に対して。 まあ、日本人1000人分ぐらいじゃないですかきっと。ね交換条件みたいな感じの。その、天秤で測ったらね。本当ですよ。だから、イランイランはそれを指摘してるんですよ。おかしいんじゃないのかと。頭が。本当に。そういうふうな言い方をしています。だから、もうそういうものをちゃんと、あの、誤ってね、間違ってましたっていうふうに、みんな、あの、地球上にいる人間の、まあ、命の重さは同じなんだよと。 言ってるわけですよイライナーはだから誰の命が重いとかね、自分たちだけがあの君臨して当たり前みたいなね、それが考え方がおかしいんじゃないですかと言ってますうん。でも、なんかそう言われると、どっちがまともかっていうことになりますよね、第三者でちょっと遠く離れて話を聞いたりすると、どっちがまともな国で、どっちがまともにちゃんと考えてるのかっていうことじゃないですか、きっと。 ねまあ、どっちとは言いませんけれども、まあもう、やっぱ欧米のニュースが流れて垂れ流されてるんでね、テレビとかでね、日本の場合はね。だからまあそれを信じちゃってるわけですよ、若い人特にね。まあ若い人は信じてるよね。なんでだろう、なんかインターネットとか、そのテレビとかちょっとやると、信じちゃうんだね、それをね。あの、まあありえない話だよね。 だ、この間の、あの、なんだっけ人工石油だっけあんなうんこみたいなね。あんなもう嘘だらけのね。あれを、未だになんか食ってかかって信じてる人がいるんだよね。あれは本物ですよって。いやいや、本物じゃ。いや、どうかしてるよね。本当に。で、あの、翔さんを確かめたんですかいや、確かめるまでもないよね。もう全然、あの、お話にならない。全く。レベル的にね。もう全然低い。 まあ、とんでもないね、低い人たちのたわごとだよね。本当に。うん、だから、なんでそんななっちゃったかね、日本人はね。本当にね、ありえないよね、だからね。うん、だからそういうのを、なんでしま、ま簡単に信じちゃうんだよね、だからね。だから、やっぱりイスラちゃんの報道だって、あの、片側の報道しか出ないわけで、一方的なね、テレビとかで。それを丸呑みしちゃうんだよね。あ、そうなんだ、ジあっちが悪いんだって。 それがおかしいんですよ。両方ちゃんと確認して理解しての話じゃないですか、それは。ねんで、誰かが、例えばね、あの人工石油を集めたんですよ。水と空気からできるんですよ。一方的にその人たちが言ってるだけでしょねじゃあ、その本当に人工石油で、その石油が、あの、使えるもので、ちゃんとしたものでっていう分析をしてないじゃないですか。 どこでそれ研究所で分析したのそれを。してないでしょね、一方的に石油を作れたよ、あのどんどんできるんだよって言ってるのを真に受けちゃってるわけですよ。その石油を持って、あの、分析にかけなきゃダメじゃないちゃんと。で、ちゃんとしたエネルギーが、本当にね、あの、ちゃんと、まあ、原油から生成したガソリンスタンドで売ってるガソリンと同じ成分で、同じ密度でね、 同じエネルギーが出せるのかどうかって、やったのその、その証明書を持ってるわけ研究結果を。誰も見てないじゃない。それをやってからの話だよね。やってもいないのに、いや、これはすごいんだよ。さ、もう、あの画期的だよ。いやいや、ダメ。全然お話になんない。全くね。で、ありえないしね。科学的な、今のまま人類の科学じゃもうありえないし、無理だね。それはね。そう。だって水と空気でさ、ね、あの、 そんなにエネルギーが爆発的なエネルギーが得られるんだったらもう地球なんか爆発してるでしょ水と空気の星なんだから。ねえ。あっちこっちで爆発して吹き飛んでんじゃないのねえ。いや、それはだって真水の話ですよって。いやいや、真水はあるよ。北極なんかの全部氷は真水だよ、凍ってんだから。爆発してないじゃない。北極。ねえ。だからねえ。 なんでそんな騙されちゃうかね。よくわかんないね。だからね、本当にね。うん。だから、それはね、あの、やっぱりもっとしっかりしないといけないですよ。自分自身を持ってね。あの、冷静さを持って、誰かがこう言った、ああ言ったって、もう簡単に騙されちゃうよね、そういう人たちはね。あの、ちゃんと自分自身を持っていないといけないと思いますね。で、まあ、今回のね、その、イラン・イランの話っていうのは、 これは騙すとか騙さないのレベルじゃないですよ。これは世界的に本当に起きている現実の話なんですよ。だからそれと混同しちゃいけないよね。その陰謀論だとか何だとかっていう人いっぱいいるじゃないですか。あの、予言はこう言ってたとかね。いやいや、そんなレベルじゃなくて、あの、毎日ちゃんと近づいていってるわけ。一歩ずつ。あの、計画してやってる人がいるわけですよ。で、 争いになったらいいなって思惑を持ってる国もあるわけですよ。それらが絡まり合って今進んでってるんですよ、現実問題が。で必ず起きるんですよ、だから。計画通りに進んでいるんでね。うんだからそれにみんな乗っかって、うおーっていうふうに各国が今なっている最中。必ずまあ起きますよね。だからこのまま、あのー、シナリオ通りに進んでるわけですから。だからこれは誰にももう止められないんですよ。 あの、防ぐこともできないしね。まあ、祈ったって無駄ですよ。祈ったって解決しないですよ。現実問題。あの具体的に行動を起こして進んでるわけですから。だって、祈ったって嫌いが爆発しないわけないじゃないですか。ね。どうかなっちゃうわけでしょ。だから、あの、そうじゃなくて、やっぱりね、自分で用意をする。そんな祈る暇があったら、自分自身が行動を起こして大事な人を守るための準備、用意をする、備えをするっていうのが一番いいと思いますね。 そうしないと2024年が乗り越えていけなくなる可能性があります。それほど大変ですよ。2024年は。もうあとわずかで2024年。もう大変なことになる。うん、だからこれは皆さんに備えていただきたいと思いますよ。本当に真剣にね。頑張りましょう。皆さん、生き残りをかけて2024年1年間乗り越えられたらね、ちょっと緩やかになって楽になりますから、頑張って2024年1年間を乗り越えていきましょう。ということで、 また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。